最初は Facebook のページに人がいないので、これはなんかやってってもあんまり、うん、効果ないのかなって思うかもしれないけど、まあ、時間がかかります。あとやっぱり自分のタイムラインとかで Facebook ページやってるよっていうのをとにかくそこでお知らせして、 Facebook ページにアクセスを送っていくってことが大事。あとやっぱり自分のリストですよね。やっぱりこのライブで、例えば週刊ライブとかで毎週1回、これからね定期的にライブやっていった方がいいと思うんですよ。定期的に毎週何曜日何時にやってますっていうライブをやることによって、まず覚えてもらうことができるし、でそこでライブをやる前に今の持ってるリストの人に告知をする。そこに対して見に来てもらう。これ大事です。あのやっぱライブで視聴者を増やすには告知がすごく大事で、 Facebook ページでそれをやるのであれば、 Facebook ページでやりますよっていうね、告知投稿するとき Facebook ページでやりますので、こちらから見てください。それをやっぱりまめに告知のときに言っておく必要があります。